まずは23区です。港区の港キッズ赤坂子ども歌舞伎会は来月1日春の公演を行います。子ども歌舞伎会は伝統芸能を体験してもらおうと日本舞踊家が中心となって指導している団体で、今回の公演には小学生から高校生が出演します。北区は外国人住民にも簡単に情報を知ってもらうためにホームページの翻訳言語をベトナム語やネパール語など108言語に増やしました。続いて多摩地域です。武蔵村山市ではゴミを減らすため今年10月から家庭ゴミの回収を有料化し、各家庭の敷地内での回収とします。今月から9月までに調査員が訪問し回収場所を確認するということです。町田市は中小企業の事業拡大を支援するため新商品やサービスの開発にかかる費用の一部を補助します。来月31日まで申請を受け付けています。